林や山彦は、東京都出身の落語家。出林、山彦ごっこ。門工林図太。本名、伊藤明。2016年7月、林や彦一に入門。2017年6月21日、前座となりが悔屋入り。前座名は、山まびこ。2 0 2年三月一日、林やし春風亭与一、三遊亭歌彦と共に煮詰め。 昇進、林家、山彦と解明。落語協会につ目の勉強会、茶の間メンバー。山彦は前座時代から数々の伝説を残している。三代目三遊亭歌立花から仕事を頼まれ、潜在くれると言われ潜在のアタックを送った。その際、アタックに伝票を直接貼った。手抜く言いと多頭紙の文字は、山彦はこれくらい崩れている方が、 漢字が出るだろうと師匠びこ一が左手で書いた。二つ目の抱負は、頑張りません。具体的にやります。柳やカエルが、娘と遊んでいる動画を見せたとき、兄さん良い漢字にパパ活してますねと言った。カエルが山彦に、うなぎでも食べに行こうか、と、ラインで送ったら、さっきの魚の漢字なんて読むんですかと聞いた。前座時代、妹弟子の清彦に、前座で、 新作落語をやるな。たれ父女っていう、いやらしい新作やってたろ。と注意したが清彦がやっていたのは、死で父女だった。あまりにつ話が多いので妹弟子の清彦は、いつも、山彦さんの面白いエピソードありますかと聞かれている。四代目、三遊亭演歌が、三遊亭をにまるに対して、ラジオは続けろ。とケキを飛ばしたら隣にいた山彦がラジオを、 やっていないのに、はい。と返事をした。笑い組を、ラグミと呼んだ。新宿末広邸には、山彦の、めっくりがなぜか2枚ある。シンクで食事をとっている。砂糖のご飯を、チンして食べることを最近知った。お菊の皿を、お菊の血と書いた。泥棒の小話を、泥棒の小話と書いた。竜帝柴が、山彦24校の、校は、親孝行の、 こうだぞと教えたがね王朝には二十四行芝と書かれていた。芝が最近山彦がしくじらなくてつまらないなと言っていた矢先に祖骨の使者を祖骨の使者と書いた。それを見た芝がそのまんま大きくなれよと言った。明けガラスを民蝶と書いてしまい鳥の位置はいらないですと指摘されたところ鳥の春風亭一之助の名前の位置に斜線を引いた。ありがとうございます。